池田蒔子は、日本の政治家。高知県井野町町。高知県井野町出身。1981年3月、向川女子大学卒業。同年4月、旧井野町役場に採用される。大学時代の友人を通じて知り合った、船舶クレーンメーカー勤務の同い年の男性と24歳の時に結婚。1983年に退職し、夫の転勤に伴い、 大阪府で暮らした。夫が神経にかわしと診断され、余命2年と宣告された。夫と子供2人を連れて、高知に戻り、1993年、かつて正職員として働いた旧井野町で、臨時職員として働き始めた。42歳の時に夫を亡くす。井野町立特別養護老人法務所長などを歴任。2012年3月、退職。 同年10月21日執行の意の町長選挙に立候補するも現職の塩田はじめに敗れ落選。投票率は58.90%。2016年10月16日執行の意の町長選挙に再挑戦。自由民主党、公明党の推薦を受けた現職の演伝との一騎打ちを正式初当選を果たした。投票率は56.09%。 10月31日、町長就任。池田は旧高岡郡葉山村長の木田文子に次いで二人目の高知県内の女性市長となった。2020年無投票で再選。ありがとうございます。